あ、食ってる。おー、すぐ12軒目。12軒目。美味しい山形プラザ。はい。山形なぜか美味しいめっちゃ押してて。山形空港のあだ名が、うん、美味しい山形空港。で、山形もう一個、あの、海側に庄内空港ってあるんですけど。はいはい。その相性が、美味しい庄内空港なんですか。面白いな。やばくないですか。やばい。という、美味しい山形プラザ。美味しい山形プラザ。さぞ美味しいでしょうね。はい。あ、いよいよ2軒目。美味しい山形プラザということで。はい。はい。これはですね、ラフランスのロールケーキということで、絶対うまい。まあ美味しい山形プラザということで 100% うまいものを買って、山形美味しいという結論にね、至りたいと、必ず至りたいと思います。行きましょう。これね、いいやんと思って。このロールケーキ閉じてなくないですか。え確かにパッカー最後開いてるけど、まあ250円でしたっけ、それが250円。まあラフランス1個500円で考えたら、考えたらまあ安いもんで。はい、空いてるとこからいった。うん、これはね、大丈夫ですか。うん、冷たい、凍ってんねんけど。解凍したて。うん、あ、でも親父らの日本人からしたら、ああ、はいはい、最近物詰まってしゃあないですよ。あ、しばらくその親父らのなくなった穴にラフランス詰めて現代でやる人だと思います。甘い香りをね口の中に留めながら。そうそうそう、今度は美味しいですよ。山形はやっぱり美味しいって書いてますもんね。神丹大福、ダダチャ豆のあんが入ったミニ大福ですね。うん、110円でした。人気ナンバーワンということで。あ、ほんま。はい、まあ、まあ、普通のずんだあんみたいなダダちゃんが入った大福です。褒めな。普通のとか言ったからね。まずいとかではない。うん、普通の人気ナンバーワン足りうるり、なんかリーズナブルって感じ。ああ、なるほど。ずんだあんそんな好きじゃないっていうのを思い出しましたわ。なるほどね。めっちゃではない。うん、以上です。はい、食の国ウィカンフードマート福井ね。イガーの作り方ですね。ああ、なるほどね。福井ってひっくり返ってますね。押してもらっていいですか。あ、はい、よいしょ。薄い。はい。なんかハブタイ餅っていう有名なお餅があって、うん、バラ売りで120円ぐらいだったんで、うん、美味しいの僕好きなんで買おうかなと思ったんですけど、うん、もうここまで餅とか甘いの食べまくってるんで、うん、サバのカレーカレー味のサバ。何これ、ほんまに言ってるけど220円やったんですよ。ちょっと安いなんですか。ちょっと安い、ちょっと安い、ね、ちょっと食べたいと思って買いました。本当はここでよう食べへんやろ。お湯に入れて3分温めたらいいらしいですよ、うん、本当はね、うん、あんま包装にお金かけてないよね、ここ。あ、こういう、そうです、この類の、この類の、そうそうそう、物がうまけりゃいいから、うん、でも骨なしなんでね、このままここで食えますよ。うまっ、もううまい。それよかった。うまい、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいです。これ美味しい。サバとカレーの合わせ技が美味しいのか、サバの味がまたちょっと違う。合わせ技が美味しい。まさに合わせ技が美味しいです。でも本当にカレーが控えめで、うん、本当に風味付け程度、うん、なるほど。メインはサバの旨味っすよ。なるほど、サバの旨味すごい。こういうね、ベタな魚って本当に安くてうまい。うん、今日一うまいっす、これ。あ、ほんま、マジでうまい。甘いもんばっか食ってたもんな。うん、マジか、マジか。また買いに来いな。歩き慣れた道歩いてな。ここは仕事してるときよう歩いてました。この道で今仕事辞めてこんなにうまい思いできるとはな。何回歩いても仕事してる限り気づかないですからね、こんなもん。な、視野ないもんな。もう地面見て歩く、怒られながら地面見て歩くしかないんですか。
それ比べたらもう本当によろしゅうございました。豊かな土地っていいね。な渡って、はい、茨城ということで。茨城センス。イメージの割におしゃれな店構えですね。そうです。怒られる。では、茨城のセンスを感じましょう。茨城センス。あと一個になりました。はい。納豆スナックパリンと弾けるパリン糖わさび味。おここ連なって324円ってことは1個60円ぐらい。まあまあやで。まあ1個だけ食べて残りは家でこちょこちょつまめばいいかなと思って。なるほど。茨城といえば納豆ですから。めっちゃ納豆の匂いしません？うわこうやって嗅がされるとなんかな。あめっちゃパリンですよ。パリンとしました。パリンとした。めっちゃわさび。あ納豆の前にわさび。うまかった。これはね、60円分潰れますわ。60円分の酒は絶対飲める。ちょっと今これ以上食うと本当にお茶がいるんで。はい。一旦ね。はい。皆さんはちなみに。僕はですね、さつまいもチップスということで。どうなんですか。岩井県はさつまいも有名なんですか。いただきます。そういう趣旨で買ってないんですよね。ああもう食いたいから単純にこれ好きなんですよ。なるほどね。さっき言ってたじゃないですか、なんか茨城県は芋っぽいみたいな。そんなことは言ってない。危ない危ない。どうぞ適当にやれとちゅうですよ。とりあえず好きなお菓子を買いましたということで、じゃあ次行きますか。はい、行きましょう。はい、さあラスト15軒目。15軒目ね、丸ごと高知。いやね、馴染み深いどころじゃないですから。あ地元ですからね。はいはいはい。用はないですね。用はないですね。15軒回ってきて、 あっちがじゃなくて、うん、この左の丸ごとコーチ一番ダサないですか。ダサい。一番ダサい。何この丸ごとコーチ。ダサ。本当おかしい。コーチの魅力はちょっとあんまりなんで、うん、隣にの沖縄名産品があるんでこっちに行って。こっちはな間違いないもんな。沖縄の隣に出店するな。はい、ラスト15名、丸ごとコーチはすっ飛ばしまして銀座和下ショップ本店、ね、和下っていうのは沖縄の方言で我々みたいな意味だそうですよ。おこれにてノルマ達成です。15件なんでこれで終わります。うん、はい、結構買いましたね、いろいろね。そうですね。もういいな。やっぱりね、コンテンツ力が違うってことでね、もう大盛況でしたわ。選びましたのが、どちらでしょうか。ミキと。全然意味わかんないんですけど。意味は全くわかんないですね。これね、宮古島の飲み物なんですよ。宮古島行ったじゃないですか。その時にね、宮古島結構ファミリーマートとかがあるんですけど、そういうなんか宮古島ファミマとかにも売ってんすよこれが、はいはい、飲む極上ライス。なんのこっちゃ。米飲料らしいんですけど、はい、酒ではないんですよね。酒ではないみたいですよ。原材料名砂糖、うるち米、大麦、もち米、乳酸以上、うん、でね、これ宮古島でもめちゃめちゃ見たんで、うん、ちょっとこれを最後飲んでいきたいと思います。おみきのみきと関係あるんかな。よく降ってて感じた。よく降ってて感じた。あ、ほんまに米なんや。さあ、米は鳴りましたか。ちょっと映ります？だいぶ白濁した感じが。あ、浮いてるな。浮いてますね、なんかね。浮いてるな。これマジでなんなん。あ、ちなみにあの沖縄によくある自販機を再現した自販機が中に置いてあって、置いてあった。そこで普通にカコンって買いました。160円。並ばんで済んだな。全然並ばんで済みました、ね。うん、どない。これはね、ちょっともっかもっかもうワンチャン。これは食レポ語彙力が試されるぞ。まず味は甘い。甘い。甘くて美味しい。うん、ただやや水っぽい。あですね、はいはいはい。発酵食品だと思うんですけど、うん、ではないのかな。
あんまり発酵って感じじゃないですね。なんかお粥みたいな味がするんですよ。お粥か。甘いお粥。はいはいはい。けどなんかその粒はないですよ。米粒はないですけど。ああなんか焼きおにぎりの部分かな。ちょっと炙ったような。あ味もしますね。ちょっと今目についちゃったんですけど、うん、製造所が、堺キャニング株式会社、和歌山県橋本市小屋口で作ってるそうです。で作ってると間違いなく宮古島市の会社なんですが、はいはいはい、平の会社なんですが、工場は製造所は、うん、橋本ということですね。まあまあまあ、紀の川沿い飲む極上ライスっていうの表現はその通りかもしれない。なるほど。本当にトロトロの、うん、食感はご飯じゃないですけど、うん、味は甘いご飯です。なるほどね。まあ地元で古くから飲まれてたものの、うん、とは思います、ね、なんかこう踏襲したもんなんでしょうね。ちょっと一本飲むには重いな、うん、ね、今日、ほんまにね、まあ、甘いもんばっか食べたから15点回ってきまして、うん、これにて応募要件を満たしましたので応募しようか。お腹がいっぱいなんでいい加減今日はこれぐらいにしておきますけど、はい、加盟してる残りの7点以外にも例えばそこの交通会館丸い回転レストランが載ってる建物ですけど、はいはいはい、あれとかには加盟してない、アンテナショップとかもいっぱいあるみたいなんで、はいはいはい、まあもう1日これがもうワンサイクルできるぐらいアンテナショップがあるかなって感じです。なるほどなるほど、はい、いっぱいあるな、ね、やっぱさすが東京。いや中国やっぱそう、東京にいるだけでね、うん、もう全て手に入ると思っていいですからね。うん、やっぱり東京という感じで1日多分2000円3000円ぐらいしか払ってないと思う。そうですね、そんなもんですね。1食分ぐらいは食ってるわけで、うん、その食費っていうことも考えると、まあ、結構リーズナブルに遊べる遊びなんじゃないでしょうか、うんうん、庶民が銀座を楽しむにはちょうどいいコンテンツかもしれないですね。6時間とか言ってましたけど今何時ですか。今3時半過ぎなんで、あ、全然ね、全然4時間半ぐらいで15点回りましたが、ねうん、全部回ろうと思えば回れますね。全然回れます、ね、はい、ただフードファイトになります。うん、しんどいな普通に歩きながらのね、うん、ですけど、まあ、楽しめるんじゃないですか。そうですね、はい、だけど買いながらね、はい、ということで、あ、スタンプラリーはあさってまでなんでこの動画が上がる頃には終わってますまあ第16回なんでどうせ来年もやるんでしょう店自体はずっとある。店はずっと常設の店ですし、うん、もちろんね。でスタンプラリーも毎年やってるような感じだと思うんで、来年も同じ時期にやるのか1年に何回もやってるのか知らないですけど、いずれにせよなんかあると思いますよ。まあぜひ皆さんもっていう感じですか、うん、本当に都心で一番リーズナブルな遊び方まであるあるかもねと思います確かに。しかもなんか買い物したぞっていう欲求はもうめっちゃ満たされるから。満たされてる。あの銀座の金沢だけ無理やったら。あ、そう、銀座の金沢以外はあ、それはもちろん銀座の金沢で和島漆器なり九谷焼なり加賀友禅なり、あの 買っていただいても結構なんですがちょっとね我々では無理やった。手が届かない人でもリーズナブルにこうやって銀座で160円で宮古島の味を楽しんだりできるということで、なかなかいい散歩ができたと思います。ではまた、あの次こそはあの適当に街を選んでただ散歩する動画を作りたいと思ってますので実現するかは分かりませんが、はい、またその日まで、はい、というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。